これでちなみにテーブル置いてもいいんですか、うん、これここにね、はい、ここをちょっと置かしてもらって、はいはい、で真ん中見といてほしいんですけど、はいはいはい、もちろんここ何もないんですけど、はい、こう一応何もないようなテーブル置いてください、はいはい、真ん中見といてください、真ん中見て、はい、はい、行きますね。影見えますか、ここ、ね、影見えます、はい、ちょうど照明いい感じなんで、はい、行きます、ね、ここ持った方がいいと思う、こういう感じですね。お、もちろん何もない、サイコキネシスっていうんですけど、サイコキネシス、はい、念力の一種なんですけど、はい、ちょっと やってみてください。できない、影でやろうと思ったらできるかもしれない。いやいやいや、ひっくり返れってやって、今こう、こういきました、はい、こっち向きですね、こうですね、で影でこう、そうです、は、はい、こうサングラスにまつわる、うん、なんか思い出、何でも結構なんですけど、一つちょっと決めてもらって、頭の中で何でもいいんですよ、はい、なんかサングラスで、まあ、たまたま来たお客さんでインパクトのある人がいたとか、プライベートなことでもいいんですけど、なんかちょっと頭の中で思い浮かべてもらって、はい、ちょっとイメージしてほしいんですけど、なんか思い出って、まあ、たくさんありますよね、はい、その中でもちょっと一つ決めてもらって、はい、でその思い出一つだけ決めたら、はい、頭の中でその情景というか、うん、感じをちょっとイメージしてもらいたいんです、はいはい、で僕は質問とかはしないので、はい、直接潜り込んで、はい、頭の中に入ってきてほしいですけど、本当ですか。でうまく入れたらもちろんねあれなんですけど、ちょっとね今その、思い出にちょっと集中してください、はいはい、集中して情景というか、もう少しだけ具体的に、うん、はいはい、で自分の中で、ね、はい、あーなるほどなるほど、はいはいはい、僕はちょっと今感じた情景とそのインスピレーションで感じた思い出、はい、なんとなくこんな思い出じゃないかなと思う思い出をちょっとここ書きますんで、はい、目を閉じてもらっていいですか。目を閉じて、はい、言葉で書くのはちょっと難しいですけど、では目を開けてもらっていいですか。はい、僕が感じたのが、ね、うまく読み取れてたらいいんですけど、はい、もちろん一切打ち合わせしてないですよね、ですね、僕には言ってないですよね、うん、今日お会いするの初めてですね。これ当たったらすごいと思いますね、もし当たったら、うん、自分しか知らないですね、自分の頭の中にしか、結構抽象的なのかな、うん、そうですね。ちなみにどんな思い出を思い浮かべてました、口で言ってみてください。僕、はい、海外に買い付けとか行った時に、はい、かっこいいサングラスが見つかったとき、そのままっすやん。そう思い浮かべてましたよね。で一生懸命思い浮かべました、ね、そうですよね、入ってこいと思いました、ね、そうですよね。その回あってそのままだいぶ喋り言葉みたいな感じですもね、はい、頭の中でも結構そういう感じで、うん、まあ、海外行っていろんな、まあ場所でいいサングラス、まあ、空港なのか分かんないんですけど、なんかそういう情景も見えましたし、それをイメージしてくれてたんで非常に分かりやすかったです。自分が歩いてる感じですよね、はい、そう、もう海空港行ってずっとそのそう巡ってる感じをそう、はい、やってくれてたんで、それがしっかり、あ、そうそうそう、巡ってる感じなんです、はい、そうです。あの、大人なんで、大人になったから、はい、人を疑ってしまうっていうか、はい、何事もこう裏をあるんやろって思っ、はい、絶対そうですよ、ね、ちゃうじゃないですか、はい、大人ですから。いや、実際こうなると、はい、全く分かんないです。全く分かんない。なんか動画見てる人はね、もう毎回やらせちゃうかとか思うんですけど、はいはいはい、うん、一切
そうではないっていうのはもう自分しかもう、はい、そうすごい。あんまりね深く考えないようにですよね。はい、してください。寝ないと寝れなくなっちゃう。いやすごいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃおもろい。よろしくお願いします。今からやるのはお二人の感覚をつなげるブレインダイブ。人間の感覚って脳がこう電気信号で伝えてるんですけど、例えばこう触れられてる感覚、痛みとか熱いとかも全部脳が感じ取ってるんですけど、下のお名前聞いていいですか？ひさみさん。で店長ですよね。はい、じゃあ店長は店長と呼ばせていただきます。じゃあひさみさんと店長の感覚つなげます。でお二人とも正面向いていただいて、はい、もう一度、下の名前お願いしていいですか？ひさみです。ひさみさん。店長は店長です。では店長、今から自分のことをひさみさんだと思ってほしいんです。ひさみさんだと。で他のスタッフの方は見といてください。証人ですから。はい、自分のことを今だけひさみさんだと思ってください。はい、ひさみさんは自分のことを今だけ店長だと思ってほしいんです。それだけです。いいですか？一度深呼吸してください。今からお二人の感覚をつなげますね。はい、では店長目を閉じてください。ひさみさんも目を閉じてください。で今から店長、何回か触れますんで、指で触れられたなと思ったら、触れられた感覚を感じたら手を、右手を上げてほしいんです。それだけです。はい、ひさみさんも触れられたなと思ったら手を上げてください。はい、それだけです。ではいきますね。OK です。目を上げてください。で、まあ、今のは大丈夫ですね。では、今感覚感じましたよね。触れられた感覚ありましたよね。OK です。では、今度は久美さん、右手を出していただいて、はい、ベルをこんな感じで持ってください。で、上の方を持っていただいて、はい、僕がこうやってこうベルを鳴らしますので、鳴らされた感覚があったら鳴らされたよって言って振ってほしいんです。そうです、そうです。そうです、そうです。それだけです。いいですか？こう感じたら鳴らす。それだけです。では正面向いていただいて、ゆっくり目を閉じてください。はい、店長も目を閉じてください。はい、OK です。久美さん目を開けてください。感覚感じましたよね。はい、店長も触れられた感覚ありましたね。実はですね、ベルは僕今久美さんのベルは鳴らしてないんですよ。そして店長も手上げてましたけど、店長が手上げてるときは僕久美さんのこと触ってる。証人がいます。すごいですよ。一切触ってなかったですね。ですよね。はい、どんな感じやったかちょっと説明こう分かります。こう僕がだから久美さんのことを触れたら、店長が手を挙げて久美さんも手を挙げてました。はい、はい、今完全にお二人の感覚が、はい、完全につながってます。はい、ですよね。はい、一回動画ちょっと確認してみます。はい、ちょっと見てみます。これあの怪奇現象みたいになってるんで見てください。触れられてますね。触れられてますね。Yeah.
ね、なんか振動が感覚がね、この手の感覚が映ってます。完全に感覚リンクしてるんですけど、ただちょっと言っとかないといけないのが、今日から2週間ぐらいはちょっとお互いのことを感じやすくなってるので、この辺かゆいなと思ったら、久美さんがここ書いてるから。では、はい、今度はですね、お店のドリンクを使ってちょっとブレインダイブやりたいんですけど、こちらが何でしたっけ、水、はい、でアイスティーで、ココナッツミルクのラテ、はい、でこれはコーヒーですね、はい、アイスコーヒーで、これが自家製のジンジャーエールですよね。はい、はい、まあ普段飲み慣れていらっしゃるものだと思うんですけれども、今からやるのはですね、さっきはお二人の感覚をつなげたんですけど、下のお名前聞いていいですか。あっこです。あっこさん、はい、あきこさん、あきこです。あきこさん、あっこさんって今言いましたよね。そうです、はい、よく呼ばれてる。じゃあアッコさんと呼ばせていただきますね、はい、アッコさんと僕の感覚をつなげるんですけど、はい、今度は味覚をつなげます、はい、なので一度また深呼吸してもらって、はい、で、あ、はい、お願いします。で、アッコさんは今だけ自分のことを僕だと思ってほしいんです。マジシャン新しい啓示だと思って、はい、で僕は自分のことをアッコさんだと思うんで、もう一度だけ深呼吸してください。お名前は誰ですか。アッコさんですね。僕は新しいケースです。でも今から2人の感覚をつなぎます。そして味覚もつながりますので、さっきの感覚でしたけど、味覚の方は一気に難しくなります。はい、では僕は今ここに座ってきます。で、こっちで目を閉じときます。はい、見えないようにしますんで、アッコさん、こう5つのドリンクあるじゃないですか、目の前に。今なんとなく飲みたいなと思うドリンクを取って、ちょっと飲んでみてください。はい、一つ飲んでみてください。はい、あー、やっぱりでも炭酸がしっかりねしてますからね。なんかでもこれ自家製のジンジャーエールってこんな美味しいんですね。はい、多分飲んでるの自家製のジンジャーエールじゃないですか。正解、合ってます。すごいですね。でもう一回いきましょうか。目閉じますね。見えないようにしておきます。じゃあもう一つ違うの飲んでください。どれでも結構です。はいはい、それ置いて、じゃあもう一つ取ってください。で、飲んでください。最初なんかいい、これ香り良かったんでアイスティーだと思いますけど、今飲んだのは似てるようだけど違うな。あ、コーヒーですね、多分。アイスティーからコーヒー飲みませんでした。合ってます。合ってます。はい、ありがとうございます。これ実は今味覚つながってるんですが、ただまあ動画とか見てる人は見えてるんで、誰かこの空間で誰かが教えてるんじゃないみたいなことを言う方もいらっしゃるかもしれないんで、中身が絶対見えないように、はい、ちょっとコップだけ いいですか、はい、コップを使うんですけど、コップを真っ黒、はい、中身が見えないコップですね。で、こう中に入れてもらって、はい、入れて大丈夫ですか。で、全部入れ切っちゃってください。で、入れてもらって、で、ありがとうございます。で、これだと順番に並んでるので、もう絶対に見てる人にもカメラマンにも分かんないように、アッコさんがちょっと立ち上がってもらって、ここで混ぜてほしいんです。こんな感じで体で隠しながら、どこに何があるか分かんない状態にしてほしいんです。はい、はい、スタッフにもこの場所では誰も分かんないようにしてほしいんです。できました。じゃあ元の位置に座っていただいて、はい、これではもう誰も分かんないですよね。ですよね、はい、では、一つアッコさん、コップ一つ取ってください。取ったら取ったと教えてください。はい、取りました。じゃあちょっと味わってください。飲んでください。
あ、わかりますね。僕もわかります。美味しいですよね。僕もアイスティー結構好きなんで。はい、アイスティーですよね。はい、アイスティーです。当たってますよね。一応グラスに入れてもらっていいですか。本当にアイスティーかどうか。当たってますよね。はい、ありがとうございます。では、もう一度だけ深呼吸お願いします。ラストもう一回だけやります。あこさん、一つコップ取って、取ったら取ったと教えてください。飲んでください。はい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 、置いてもらって、もう一つ違うのを取ってください。取ったら取ったと。取りました、はい、一度深呼吸を。今の覚えておいてくださいね。はい、はい、どうぞ飲んでください。うん、もう一回飲んでもらっていいですか。はい、なるほど。多分最初は完全にコーヒーの香りがしたんでコーヒーで、今飲んでるのは自家製のジンジャーエールだと思います。おー、当たりました。はい、当たりました。はい、コーヒーからジンジャーエール、うん、多分一応入れておきましょうか。こっちがコーヒーでした。コーヒーですよね。はい、そしてこっちが自家製のジンジャーエールです、ね、ジンジャーエールです。はい、間違いないですよね。間違いないです。はい、ありがとうございます。あの自家製のジンジャーエール本当に一番最初すごい美味しかったです。本当になんか味濃いですね。濃いです。はい、なんか生姜みたいな本当に入ってるんですかこれ。そうです。なんかね、ピリピリってまだしてるんで、はい、ありがとうございます。これがブレインダイブです。ありがとうございます。めちゃくちゃすごい大阪やな。こんにちは、こんばんは。皆さんこんばんは、こんばんは、こんばんは。マジシャンの、はい、マジシャンの新しくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかいつも僕の動画を見てくれてるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はちょっと皆さんに目の前でマジックを楽しんでもらおうと思ってます。はい、みんなマジックは好きですか。はい、好きですか。ありがとうございます。今日は目の前なんでたっぷり楽しんでいただこうと思います。早速始めていこうと思いますが、マジックといえば使うものがあるんですけど、みんなマジックって聞いて使うもの何が思い浮かびますか。トランプ。トランプ、 OK。 じゃあ最初はちょっとトランプを使ったマジックを最初お見せしたいと思いますね。はい、マジシャンが使うトランプはラスベガスのカジノとかで使ってるのと同じなんですが、見てください、全部バラバラ。みんな トランプで遊んだことありますか。ある。トランプはマークはいろいろあります。ハートとかスペードとか、クローバーとかダイヤとかね。で数字は1から13まであります。ではじゃあ最初お願いしていいですか。はい、じゃあちょっと立ってください。じゃあお名前聞いていいですか。下の名前、ジュン、ジュンちゃん、じゅんちゃんに大きな拍手お願いします。じゃあじゅんちゃん、トランプ1枚どれでもいいんで好きなカードタッチしてください。どれでもいいです。それにする？今なら変えれますけど、どうします？変えない。じゃあじゅんちゃん、このカード僕に見せないで自分とみんなで見て、で口に出して言わないでくださいね。口では言わないで後ろ向いておきます。内緒ですよ。 C 言わないでね。みんな見れた？見ました。 OK。 じゃあ向き直りますよ。じゃあ裏向きのままじゅんちゃん戻してください。はい、で中閉まっちゃいますね。じゃあ頭の中でじゅんちゃん、その選んだカードをマークと数字をちょっとしっかりイメージしてみてください。最初はちょっと簡単に当てます。頭でね、今見たカードをイメージするだけです。イメージ。はいはい、赤いカードだな。こっち見て、マークは多分ね赤だけど、多分これはハートだと思いますね。ハート。じゃあもう一度見て、数字をイメージして、数
数字はね多分5より大きい。こっち見て、あーはー、なるほどなるほど、多分これかな、ハートの6かな、ハートの6。違う、あれ本当に違った、違いました、あれイメージしてたよね。ノーノーノー。ちなみに選んだの何でした、ハートは合ってた、じゅんちゃん選んだの何、8。あー、まあイメージがねちょっと僕に伝わりにくかったのかな。じゃあそういう場合は一応僕マジシャンだから よく見てて、今6ね。ハートの8です。合ってますか、大きな拍手をお願いします。ハートの8です。待って、触ってみて、動きますか、マーク動く、動かないですよね。今晩それ枕の下に引いて寝てください。次の日起きたら大変なことになってますから。はい、もう一度純ちゃんに大きな拍手を皆さんお願いします。じゃあ次、じゃあお願いしていいですか、いい、はい、じゃあ立ってください。お名前聞いていいですか、しゅうたくん、しゅうたくんに大きな拍手をお願いします。しゅうたくんには僕の得意技のブレインダイブをちょっと見せますね。これはカジノで使ってるサイコロ、サイコロはしゅうたくん数字1から6まであります。で、しゅうたくんにお願いしたいのは好きな数字を自分で決めて、じゃあしゅうたくん靴ちょっと脱いでこっち来ようか、はい、はい、お願いします。で、好きな数字を自分で決めて、その目を決めたら上にして見えないようにね、手で蓋してほしいんです。こんな感じで好きな目を上にして手で蓋、 OK、 後ろ向いて誰にも見せないで僕も見ないようにしますね。しゅうたくん決まったら決まったって言って、誰にも分かんないようにで、自分だけは知っててね、自分は知ってる、 OK、 誰にも言ってないでしょ。頭の中で強く数字をイメージ、 OK。 ちなみにこのマジックするとなぜか分かんないけど、最初にねみんなが4を選ぶんです。なぜか分かんないけど、多分しゅうたくん4選びませんでした、多分。開けてみて、4ですよね。もう一回やろうか、後ろ向いて。これ結構4が選ばれやすいので、もう一回しゅうたくん考えて違うのに決めて、決まったら手に隠して、決まったら言ってください。OK、 これも誰にも言ってないね、 OK。 じゃあその数字に集中して、ちなみにね4の次に選ばれやすい数字っていうのがあって5なんですよ。なぜか分かんないけどね、顔色あんまり変わってないですね、多分選んだの5じゃない、開けてみて、5ですよねじゃあラストもう一回いきましょう、もう一回だけ、もう一回だけ、決まったら決まったって言ってね、本当に1でいい？本当に1でいいの？みんなに見せて、選んだの何？1ですよね。はい、大きな拍手をお願いします。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、いいですか、手伝ってもらっても。はい、じゃあ立ってください。お名前聞いていいですか？秀俊くんに大きな拍手をお願いします。じゃあ秀俊くんはどうしようかな、じゃあこっち来ようか。みんな大きな拍手で迎えてください。トランプで遊んだことありますか？あります、さっきも見せましたね、全部バラバラで。じゃあ秀俊くんにはトランプを使ったブレインダイブをやりますね。で、ちょっと緊張してる？大丈夫？じゃあみんなの方ちょっと見ようか、 OK。 で、じゃあねトランプ、じゃあ秀俊くんにやりたいのは、さっきは1枚選んでもらって当てたでしょ、そうじゃなくて5枚ぐらいちょっとまとめて取ってもらおうと思います。 どこでもいいから5枚ぐらいまとめて、どの辺がいい、どこでもいいよ、この辺って、その辺する、じゃあその辺まとめて5枚ぐらい、うん、取って、で混ぜてください。でカードは誰にも見せないで、誰にも見せないで混ぜて、混ぜた？OK？
いい？で、自分の方にこう、自分の方に向けてカード自分の方に向けた？ OK？ で、カードは混ぜたね。で、秀俊くんの目を使って僕がカードを当てるので、こうね、カードをこんな感じで見てほしいんです。右に行ったら左に、ゆっくりでいいから、右に行ったら左にみたいな。そうで、じっとカード見て、ゆっくりでいいよ。え、F だのマークがありますね。赤いカードで、これダイヤの、ダイヤのね、これ多分キング、ダイヤのキングある？開けください、ダイヤのキング。本当にある？ダイヤのキングね。はい、またよく見て、カード見て、うん、これ赤い、赤いカードでハートの4もあるかな。ある？見てた？はい、ハートの4ね。カードもう一回見て、ゆっくりでいいよ。黒いカードでクローバーの銃みたいなのがある。ある？クローバーの銃ね。あ、赤い銃もあるな。多分ダイヤの銃かな。ある？ある？はい、じゃあラストね。最後のカードで集中してね、ゆっくり見て。え、絵の札だな。11かな。スペードのジャック11。当たってる？全部当たった？当たりました？全部見えましたね。はい、ありがとうございます。これがブレインダイブです。ブレインダイブでは、今度はできるだけちょっとたくさんの方に参加してもらおうと思うんですけど、じゃあ手伝ってもいいよっていう子いたら、はい、じゃあね、さっき手伝ってもらってない、じゃあいいですか最初。はい、お願いします。大きな拍手でお迎えください。じゃあ僕の指輪を使います。で、お名前聞いていいですか？いつきくん。 OK、 じゃあ両手を後ろに持っていって、いつきくん両手を後ろに。そうで、今からやりたいのは簡単なゲームです。 OK、 よくどっちに指輪があるっていうのをゲームやったりして、どっちだってやったことある？僕がブレインダイブで、いつきくんがどっちの手に指輪を持ってるかを読み当てます。いいですか？こんな感じで、どっちだっていうのね。いい？どっちでもいいから、いつきくん決めたら両手を前に出して、誰にも分かんないよ。決めた？決めた？決めたらこう出して。OK？ で、指差し棒で僕がこうやって聞いていきます。はい、あの手を、そう、ソーシャルディスタンス、言葉知ってるね。知ってるね。本当は近づかないといけないんですけど、そう、じゃあ手をちょっと広げて、そうで、僕はこうやって、こっちですか、こっちですかって聞くから、僕の目だけ見ててね。自分しか知らないでしょ。でもこれ質問で当ててると思われたら嫌だから、質問もやめます。本当にいつきくんしか知らないでしょね。左手に持ってるっていうのは自分しか知らないでしょ。入ってますね。じゃあもう一回行きましょう。右手か左手に持ってください。決まったら言って、どっちでもいい、誰にも見せない。そう、もっとギュッと、見えないように、見えないようにしてください。結構しっかり考えますね。 OK？ 言わないでね。見て、指差しの指を見て。自分しか知らないでしょ。ちょっと迷った、今回ちょっと迷った、迷って右手にしましたよね。合ってますね。じゃあラストもう一回だけいきましょう。ラストもう一回、はい、決めてください。どっちでもいいです。決まりました？言わないでね。
言わないで。 OK？ 今なら樹くん違う手に変えてもいいけど、どうしますか？変えてもいいし、変えなくてもいい。変えない。え、変えなくていいの？本当にずっと左のままでいいの？入ってますね。じゃあね、樹くんこのまま待ってください。じゃああとさっき手挙げてくれてたのは、じゃあね、この後ろのね、3人来れますか？この3人こっち来れますか？はい、いいよ。はいはい、あ、来ていいよ。はい、あ、いいよいいよ。 OK。 じゃあみんなこっちにちょっと来ましょう。ちょっとだけこっちに来ましょう。はい、じゃあ みんなに礼してください。よろしくお願いします。拍手。 OK。 じゃあ今樹くんにやってたのを今度は一気に難しくします。みんなで仲良く相談して、誰か一人が指輪を持ってください。誰か一人が指輪を持つ。OK。 みんなで相談して誰か一人が指輪を持つ。決まったら僕にバレないように、見てる人にも分かんないようにみんながグーしてください。そう、できる？そう、グーグー。そう、そう。じゃあみんなでまず円になって、そう、そっちでちょっと相談して、そう、相談して誰か一人が指輪を持って、決まったらグー。みんな両手、手を入れて、そう、見えてるからね、これ。見えないように、そうそう、見えないように。で、僕は見てないようにこっち向いておきますね。決まった？決まったかな？決まった。ありがとう。じゃあ目開けますね。あ、ごめんね。はい、あ、じゃあそのままいいよ。そのまま見てて。はい、じゃあ僕が指さしていくんで、この指差し棒の指先見ててね、言わないでね、指差しだけ見ててね。指差しだけ見てて、そう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 。OK。 ちょっとだけじゃあ、ちょっとだけ樹くん、こうこうして、はい、グーしててね、グーしてて、はいはい、そうそう、一回パーしてもグーしてね。はい、最後もう一回この指見て、指見て、ピッ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 。そうね、そうね、わかりました。指輪持ってるのはこっちですね。はい、わかりました。はい、これがブレインダイブです。大きな拍手をもう一度お願いします。ありがとうございます。ねえ、バレないようにしてたのに。最後はみんなが見慣れたことあるやつやります。これは知ってますね。ほら、ほら、飲んだことありますか？ない。ない？ある？今、栓抜きがちょっとないんですけど、今からこのコーラを最後は消すマジックをみんなに。目の前でコーラが消えます。そんなことできへんよ。でしょ？ちょっと触ってみて。本物のコーラですね。そう。ちょっとね、そう。オッケー？ありがとう。大丈夫？これがもう目の前で消えたらびっくりしてね。いい？じゃあ実はでもこのままは消えないんです。消えるためには、そう、この紙袋を使います。ちょっと待ってね。この紙袋、この中にちょっと待ってね、入れます。こうでしょ。で、僕がおまじないかけます。3、2、1。こうすると消えるって。え？中身見せて。いや、ちょっと。三二一、パンってやると、ほら、出てきます。どう？もう一回やろうか。三二一、はいってやると、ほら。手で押さえてないの。実はこれ本当はコーラが消えるじゃなくて、ポテトチップスに変わってしまうと。ポテトチップスに変わる。いやいや、食べれないですこれ。はい、え、その中に絶対入ってる。なんか最近の子供は混ぜてますね。中はちょっと事情があって見せれないです。絶対見ない方がいい。見ない。見たい。普段絶対見せないのに本当に見たい。実はこの中は、中何も入ってないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、マジシャンでノー。はい、マジシャン。はい、ありがとう。できた。できた。どうでした？自ら楽しかった。楽しかった。自ら自らやった。楽しかった。マジックサイコロのやつ。サイコロのやつ。YouTube で見てた時より本物の方がなんかすごかった。あ、本当？またじゃあバージョンアップしてくるので楽しみにしててください。ありがとうございます。なかなか来ないな。あのすいません、はい、ドリンク買おうとされてます？あ、はい、あのもしよかったら僕ちょっと超能力みたいなの持ってるんですけど、はい、お二人が今買おうとしてるドリンクをちょっと当てて、はい、よかったらプレゼントしたいんですけど、はい、今買おうとしてたやつもしあったらちょっとコロナ禍からちょっと決めてもらって、はい、決まったら言ってください。どっちでも大丈夫ですよ。決まりました。決まりました。じゃあ、後ろ向いといていただいて、はい、僕がちょっとそれを読み取って買いますんで、じゃあ頭の中で強くイメージしてください。その買おうと思ってたドリンクを。はいはいはい、それをねちょっと飲んでるところを想像してみてください。頭の中で。オッケー。ちょっとねこれかなっていうの買ってみますね。じゃあ、そのまま前向いたままでいいんで、じゃあ青い服着てる女性の方から、自分が決めたドリンクちょっと口に出して言ってもらっていいですか？リラックスジャスミン茶。リラックスジャスミン茶、はい、これですよね。すごっ。お姉さんは何選びました？16茶。これですよね。はい、嘘。当たってますよね。リラックスジャスミンと16茶、はい、はい、これが僕の超能力なんです。すごい。よかったら飲んでください。ありがとうございます。こちらこそ。あのすいません、はい、あの今僕超能力でドリンクをプレゼントしてるんですけど、はい、よかったらちょっと急に来てびっくりしたと思うんですけど、はい、よかったら今なんか買おうとされてました？そうですね。なんかその、はい、買おうとされてたドリンクを僕が今読み当ててお兄さんにできたらプレゼントしたいんですけど、いいですか？逆にもしよかったらなんですけど、はい、一つちょっとじゃあ決めてもらって、はいはい、何でもいいんでどっちでも大丈夫なんで、はい、決まったら言ってください。決まりました、はい、頭の中でそのドリンクをちょっと強くイメージしてください。はい、はい、OK。 じゃあちょっと反対向いてもらって。はい、で僕ちょっと買いますんで、はい、ちょっと買いますね。ちょっと待ってくださいね。イメージし続けてくださいそのドリンクを、はい、なるほど。では後ろ向いたままで結構なんでそのまま、何のドリンク買おうとしてました？ほうじ茶のホット。ほうじ茶のホット、ホット、はい、これですよね。おお、はい、すごいですね。ありがとうございます。ほうじ茶のホット。
ここはすごい温かい。そうですよね。はい、それで温まってください。僕からプレゼントしますんで。そうなんですよ。これがね、本当に分かるんですよ。あの考えてることを読み取って、はい、そうなんですよ。僕のこの超能力なんですけど、自販機と契約してるとかするの？自販機とは契約してないんですよ。自販機と契約してもね、そうなんですよ。逆にね、僕があのマイナスになっていく一方なんで、個人的に。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ブレインダイブ。不審者。いやいや、不審者ちゃうよ。全然買いに行けへんやん。すっかり夜なっちゃったしさ。なんか思ってんけど、はい、こうやってこうジュース買いますみたいな、こう段ボールみたいなこう持っとく？絶対ダメです。え、なんで？もうちょっと粘ってください。買いに来た人のみ。のみ。運やん。もう見逃してるんじゃないですか？いや、見逃してないよ。僕がずっとここに立ってる間はずっと見逃してないよ。もうちょっと粘ります。わかりました。はい、はい。ちょっと寒いかな、何か買ってくれないかな。お、すいません、あの今僕超能力でドリンクをプレゼントするっていうのをちょっとやってるんですけど、もしよかったらお姉さんが今もしドリンクを買おうとされてたら、僕が何を買おうとしてるのか当てて、ちょっとプレゼントしたいんですけど、はい、やってもいいですか？はい、いいですか？じゃあちょっと急に変なやつ来たと思ってちょっとびっくりしてるかもしれないですけど、もしよかったらなんかこのドリンク、この自動販売機の中で一つずつ決めてもらって、はい、僕には言わないでください。教えないで、一つずつ何でもいいんで決めたら決まったよと言ってください。どれでもいいんで一つだけ決めてもらって、だから2本プレゼントしますね、一つずつな。はい、決まりました？決まりました。決まりました。じゃあちょっと頭の中で、そのじゃあお姉さんから頭の中でそのドリンクをちょっとイメージしてください。頭の中で強く。はいはい。じゃあお姉さんも頭の中でドリンクを言わなくていいですよ。頭でイメージするだけ。できればね、そのドリンクをちょっと飲んでるところを想像するだけで、想像するだけでいいです。はい、はあ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 、もう一回じゃあお姉さん頭の中でドリンクを飲んでるところをちょっと想像して。 OK、 じゃあ僕がちょっと見えたドリンクありますんで買いますんで、ちょっと お二人とも反対向いといてもらって、僕ちょっと買ってみますね。まだ見ないでくださいね。前向いといてくださいね。じゃあ前向いたまま、じゃあじいちゃんの方、あ、じいちゃん着てらっしゃる青い服着てらっしゃるお姉さんの方から最終的に決めたドリンク、何飲みたいなって決めたと思うんですけど、そのドリンク言ってもらっていいですか？言っていいですか？はい、ほうじ茶。ほうじ茶ホットでいいですか？はい。お姉さん何選びました？極みですね。あ、はい、はい、ですよね。怖い怖い。極カフェオレ。はい。合ってます？合ってます。合ってますよね。ほうじ茶と、はい。ホットですよね。二人とも、はい。そうなんですよ。超能力を。そうなんですよ。はい。当てられて、どうですか？ちなみに。はい。当たりました。これもうプレゼントしますんで。いいですか？あ、もちろんもちろんもちろん。こちらこそ。ちょっと今日はいろんな人に声かけてここでずっと買ってるんですよ。ただただ僕が能力でドリンクを当ててプレゼントするっていう。声かけられた人めっちゃいい。うん、そうですね、そうですね。当たりなんですけど、なかなかねドリンクを買おうとする方がいらっしゃらなくて。そうなんですよ。はい。
ちょっと実は嘘ついてること一個だけありまして、はい、僕超能力者ですって言ったんですけど、本当はマジシャンなんですよ。はい、超能力者ですって言ったんですけど本当はマジシャンなんですよ。ちょっと実は、はい、嘘ついてまして、はい、僕超能力者じゃなくて、はい、本当はマジシャンなんですよ。あ、はい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 、考えてることを読み取るブレインダイブっていうのを得意としてて、でマジックで読み取って、はい、ドリンクを今日プレゼントしたんですけど、マジックで読み取って、はい、そうなんですよ。ちょっと意味わかんないかもしれないですけど、はい、例えば超能力って言ってこういう企画やったら信じるのかなみたいな、ちょっとやってみたんですけど、信じました一瞬。本当に本当に特殊能力ある人なんかなと思いました。ちなみに僕がマジシャンだって言わなかったら超能力だと思いました、うん、はい、思いますよね、うん、まあ、一瞬本当に信じました超能力というか。いや、まあ、おっとは思いますけど、はい、なんかそうじゃない理由をめっちゃ探しますよね。あ、そうですよね、はい、なんかどこで何があって、ですよね。かないですよ。そうそうですよね。いや、良かったです。良かったです。温まってください。ありがとうございます。ありがとうございます。飲んでください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます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 。はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。長かったですね。いや、長かったけど無事に夕方から夜まで自動販売機の隣に立って、そうそうそう、ジュースをおごるお仕事でした。いや、よかったよ。よかったし、なんか皆さんなんかお礼を言ってくれたんで、最後の人は買いに来た人はラッキーやって言ってたから。そりゃそうですよね。だってね、当てられた上にプレゼントしてもらえるからそれはラッキーよ、ね、逆に僕がしてもらいたいもん。一滴も飲んでないですから。そうやで、ずーっと飲まず食わずでやってますから。花ジュースをおごるだけ。そう、でもなんかやっぱりね、人のためになることをするっていうのはね、ためになってるかどうか分からんけど、まあまあね、ジュース1本分はためになってると思います、はい、いや、それやったらよかった。でもちょっとね、肌寒くなってきてるし、世の中的にもこういろいろと悲しいことが多いんで、ホッとしてもらえるとね、コーヒーだけにね。変な、まあいらんねん。何これ。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、 インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。